お忙しいとこ、事務局の本前日ですね、お越しくださいました。昨日は私ども今朝発表したんですが、前半はまだ赤字が残っておりますが、9月、先月からですね、非常に受注状況が良くなってきまして、この後半ではですね、下半期ではかなりの黒字になることができるんじゃないかなと期待しています。それではですね、各さんと一緒にですね、これから約40分ほど私どもの現在までの共同の取り組みの成果と、それから新商品、それから事務局での見どころに関してですね、ご説明をしたいと思います。業務提携の内容はすでに何度もご説明しておりますが、生産、調達、研究開発、それから販売およびサービス、お客様へファイナンスですね、交差機会に関わる全ての分野に関して、お客さん第一に考えて、提携を呼びかけます。日本では最近、ものづくりというひらがなで製造業のことを表現して、いわゆる作るところだけの話をしている話が多いんですけれども、我々の関係はですね、ものづくりだけではなくて、その前のマーケティングから、いわゆるアップストリームマーケティングから始まってダウンストリームマーケティング、それからその他の関わるところ、すべてを見ているということでございます。まずですね、この製造分野では、もともと森政権はバーティカルインテグレーションで、内製率が高かったのでございます。例えばですね、最近急に工作機械の需要とですね、それから半導体製造装置の需要が回復してきておりますので、今日いわゆる市販のボールネジをボールネジメーカーに発注しますとですね、もうすでに納期がですね、4ヶ月とか6ヶ月になってきているわけですね。ところが私どもの場合ですね、2ヶ月程度のリードタイムでボールネジを社内に作ることができます。そういった特徴を生かしましてですね、 DMG の方に主軸およびボールネジ、ベアリングですね、こういったものを供給し始めまして、すでにかなりの量がですね、毎月 DMG 側に送られております。購買の方もですね、両者を合わせると1000億円レベルでの調達量になりますので、日本だけじゃなくてヨーロッパおよび米国などのですね、主要な一流の工作機械要素のサプライヤーから購買部品を調達することができるようになりました。さらにですね、森精機で、これは千葉で作っている機械ですけども、森精機の名前が MT の6600という機械であります。これはファナックの製造装置がついていますが、この大きな加工機をですね、CTX デルタ 6000TC というものがありますね。シーメンスのコントロールをつけて DMG のブランドですで、に、ドイツのお客様に納入が開始されています。同じようにですね、これは本当の小さいフィルターの機械でありますが、森精機の NTX の1000、この機械はですね、DMG の CTX-α450TC という名前にして、これもまたシーメンスのコントロールをつけてですね、この間のシュツットガルト賞 AMB 賞で初めてご用意することができまして、すでに注文もいただいておりますし、非常にたくさんの機会をいただくことができました。さらにですね、DMG の上海工場、この機械はもともとヨーロッパのデザインでありますが、その研究開発の焼却が終わった機械を上海で作ることによりまして、コストを下げてですね、でこれを DMG ブランド、森精機ブランド、もしくは DMG 森精機の共通のブランドですね、売るということを行っています。すでにこれは100台以上森精機側で、この2010年度に売っておりまして、今後もですね、品数を増やして供給していく予定でございます。それからこういう縦のマシンセンターですね、こういうふうにカバリングも統一して、多少色を違えるだけで個性を出してですね、やるということです。まあ、ここからご覧いただきますとおりですね、両社の非常に私どもも両社合わせると1000名近くの研究開発の社員がいるんですけども、こういった研究開発費を共通化することによってですね、会社として効率を上げ、
まず世界中の細かいお客様のさまざまな要求にですね、リソースを当てることができるということが可能になりつつあります。共同販売地域です。これについては旅津さんの方から説明してください。Yes. Thank you very much, Dr. Mori. This is also the next very important step of the cooperation. It's sales and service worldwide. And you see here there is 31% in the moment of the whole world market we work together. So it's not a small step, it's a huge step. And it's working, it's running. As you remember, we have given you some ideas what we have done so far. So cooperation is starting now nearly 1 year and 9 months. So when we are talking, we are starting in March of the last year. So we are on the track, we are on the way. We started with the first Columbusy in July, so we prepared and then started. Then Japan is a very important market for us, so I'm very glad to be here to see the Jimtopf and what's going on in the Japanese market. But then Korea, Australia, and you see the rest. We are doing also the Asian Pacific markets, and we also make a decision to start also in Africa in our facility because it's coming. So the rest we are doing step by step, and we're doing sales and service, for example, together. And in Africa, we are starting, look at the tool machines. Who knows that Africa is using even today 440 million euros just consuming tooling machines. And the small markets are being totally in consumption, it's coming. So it's not the most important market, but it's one example for you.